でかいな。うわー、ストリートボブいいな。ストリートボブも、ストリートボブでもだいぶ乗りやすそうやね。乗りやすいね。だいぶ乗りやすそうやけど、うん、いいな。うわー、いいな。ああ、うわ、いいな。かっこいい。あ、これが一番新しい今のアイアンですね。へえ。アパレルもね、いっぱいね、いろいろアパレルも売ってますね。うん。形になってます。あ、ヘルメットもいっぱいあるな。うん、いやいやさん、革ジャンも欲しいとこですね。いや、かっこいい革ジャンね、欲しいね。こんなお前めちゃめちゃハーレーや。うわ、いい値段するからな。一回置きます、ね、やっぱあの一回置いて、僕らにはね、ちょっとなかなか厳しい値段かもわからですね。貧乏のやつ、ちょっと厳しいですよね。ヒロさんも革ジャン似合いそうやな。やっぱちょっと ね、似合いそう。ちなみにでもこの T シャツ、これでね、ジュンさんのこれで S やもんね。そうですね。ね、 S でこの、まあ、まあまあまあフィットはしてるけど、そんな別にピッチピチのピッチピチじゃないもんね。ね、大きいですよね。ね、うん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 。ね、XS で。ちょっと後ろ見てください。後ろ。はい、これニューデザイン。ね、これかっこいいわ。我ながらかっこいいな。あだす。皆さんね、店員さんもすごい気さくな方ばかりでありがたい限りです。皆さんもよければ、ライダーズクロスさんへ、お越しください。ジーパンの上に履くやつね。この中に、はいはい、なんか袋みたいなのがついてて、その袋のポケットその中に、カイロ入れて乗ってたらもう全然サブなんや。あ、でもこれはやっぱ人気商品なんや。かっこいい、かっこいい。いいな。これいつも売り切れるんですか？いつも結構売り切れますよ。あ、そうなんですか？もちろんです。いやいやいや、もちろん映ってます。いつも売り切れてるんですか？へえ、早めに、はい、靴とか履いたままでいけるやつなんや。そうそう、開けた。あ、そうなんや。おるわ。革の人もおる。この感じに乗ってあると思うけど、革よりは全然抜くから。あーはーはーはー、中に、そういうこと、そういうこと。で、そこで、これはもう、あ、ベルトの下を通して、あ、で、そこで止めた。あ、むっちゃ簡単やん。あ、すぐこう脱いで履いてできるやん。あ、靴とか履いたままでも全然できんねやん。ジュンさんちょうどやん。ジュンさんのために作られたかのような。めっちゃいいやん。かっこいい、かっこいい。そこにこうポケットがあって、あ、内側についてるんですよ。焼けです。サッカーだったら貝がここいる。あー、ほんまやね。あ、その内側にもなんかあるんですか？あ、内側にもこのポケットが。ポケットなんです。
違うところに。そこが膝になるんですか。はい。ここにポケットがあって、あ、膝、パッと入れるなり、あ、パッと入れるなりね。カイロ入れるなり。はい、カイロ入れるなり。ああ、そうなんや。すごい。毎年それでいってる。機能的やな。で、これ両方こう入ったら、あ、そうやね。だからちょっとここだけ寒なのね。ここね。うん。大丈夫。ここだけは寒い。そこだけは寒いけど。そうかそうか。そうですね。しか言いようないですね。そっか。我慢していただいてね。はいはい。いい。おお、かっこいいかっこいい。動きにくいこともない。あ、ない。うん。で、ちょっとなんかこう伸縮してるような感じですか。全然動きます。おお、そうなんや。それが結構繋がってると。あ、ああ、そうかそうかそうか。だからそこの方。ああ。ここがもう繋がってないから。うん。ああ、そういうことね。あ、ほんまやね。わあ、いいな。こんな商品やんねや。あ、ちょうどなんかほんまマジで、純さんモデルに作られてる感じ。いや、オッケー。ありがとうございます。いや、めっちゃいい。お、結構置いてますね。うーわ、ケツでっか。これが260？すごいね、これやばい。やっぱここまでショートフェンダーにしとったらもうタイヤがむちゃくちゃ目立つね。ああ、ここまでショートフェンダーしたらタイヤだけブリーン出てるやん。こらかっこええわ。結構置いてあんな。ねえ、ストリートグライド。いいですね、ストリートグライド。うわ、ええよな。かっこええやん、これ。すっげえ。ロッカーシーやん、かっこええ。ロッカーシー大好きやな、僕。いやー、生産してない。要はブレイクアウトの前身のやつですね。ブレイクアウトの前のやつ。ロッカーシー、かっこええな。このシートがね、特徴的やねんね。分離してるこのシート。テグもすごいな。かっこいいな、ロッカーシー。ああ、ロッカーシーいいわ。かっこいい。ほんで、このね、独特なこのシートのない感じ。これがかっこいいねんな。なんかタンデムできるように、こうビヨーンってなんか出るんですよね、ここ多分。あ、そうやね、タンデムできない、ビヨーンってなんか出るんですよ、タンデム用のシートがポコンって、なんかこう収納されてるんですよ、そうやね、これもうロッカーシーめっちゃかっこいいやん。うわー、めっちゃいいな、ロッカーシーブレイクアウト。だからまあ、これとこれがね、兄弟車にね、ロッカーシーとブレイクアウトね。うわ、この目なんかもうめっちゃいかついな。かっこいいね。ねえ、あ、ファットボブやね、これ新しい方のファットボブ。ファットボブやね。すごいな、なんかもうこれね。ファットボブ。うわー、ミルウォーキーで。ええなー、かっこええなー。こんなん見てたら欲しなんなー、新しいの。ほんまに。これがね、いわゆるこの、これが限定色ですよね、確かね。ロードグライド、スペシャル。グライドスペシャル、いいな。こんにちは。すいません、ちょっと足元いいですか。ありがとうございます。これ何ですか。トライクはトライクで、ロードグライドのトライクってことですか。すごいな、トライク。すごいな、これなんで。うわ、これタイヤ、タイヤなんかこれあれやね、車と一緒じゃないですか、これ。もうこれタイヤは車のタイヤですよね、これ。いや、これ専用。あ、専用があるんですか。あ、そうなんですか。専用のタイヤ。すごい、ごっついやん。総額700万ですか。うわー、すごいな、700万。これもともとのお値段っておいくらぐらいするんですか。450万。そこからまあ改造費が250ぐらい。うわ
250万の改造費すごいなあ。マフラーはバンスなんや。マフラーはバンス、ちょっとこれエンジン音聞かせてもらっていいですか。いいですか。大したようなんていただけるんですか。あ、T シャツも買うんで。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。黒やね。あ、黒がいいですか。黒が。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。いや、でも、いや、いかがしますもんね。これ着て伸びやん。あ、ありがとうございます。いやー、助かります。いやー、こんなかっこいいピンストンの横に貼ってもらっていいですか。出たー、ありがとうございます。おー、目立ちませんこれ後ろから。ありがとうございます。おー、バッチリでこんな格好になりました。貼っていただきました。これで神戸館内でもうバッチリですね。これやっぱなんか低いですけど、やっぱこれ段差とかって結構ガチョンと擦ったりするんですか。したあ、すこの出口でするもん。あ、出口でするんですか。もうそんなことはもうお構いなしですか。うわー、お構いなし。さすが潰れた潰れたと思う。さすがっすね。マフラー空間って。うわー、かっこいいな。これ金持ちの言葉ですね。これ金持ちの言葉。ああ、僕らすらんようにすらんようにね、どうにかして出たいもんね。吸ったら吸った時で。いや、さすがですね。だからそれがやっぱもうやっぱお金ある人のね。はい。すごいな。これは何年式になるんですか。16年。これ16年。かっこいい。すごいね、トライクは。ガラス、カチュイ。いやー、ママさんなんですね、ママさん。うわー、バイク107。あ、これがバンスの限定のやつですね。限定のマフラー。限定マフラー。どこかなんか、記念マフラーみたいな。このマフラー音だけ聞かせてもらっていいですか。お願いします。いい音だな。このマフラーやと。あー、これね。あー、すげー。あー、三尾さんの感じやな、ノブドイの。でも三尾さんのとよう似てますね。スピーカーの何か。これが無線機。あ、無線機なんや。アマチュア無線。だからこれか。そうそうそう。だからこれついてんねや。そうそうそう。あ、無線機なんねや。すげえな。マイクある。すげえ。ありがとうございます。一応顔映えちょっと恥ずかしがり屋さんでちょっと。ありがとうございます。店には可愛い子よくいてるんで。いてるんで。行ったことないけど。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。こちらのママさんね、ママさんちょっとあの恥ずかしがり屋さんだったんでちょっと顔は NG ですけど、これですね。これでこうプラチナというところの お店のママさんです。ぜひね、皆さんよろしかったら行ってください。ハーレー乗りのママさんがいてる、プラチナというねお店です。よろしくお願いします。
ら、ハーレーダビッドソンライダーズクロスさんの Facebook、Instagram、またよかったら登録お願いします。The beat is tough. The beat is tough. The beat is tough.